皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ということで今日はチャシーさん、圧力鍋で角煮を作って角煮マンとかしてほしいですというコメントをいただきましたので、チャシーさんのコメントに皆さんコメントしてくださってて、角煮マンしてほしいっていうリクエストすごいあったので、今日は先日買ったこちらの圧力鍋を使って中華街にありそうな角煮マンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まず皮の部分を作っていきます。ポリ袋を用意して、薄力粉 100g、 強力粉 100g、 砂糖 10g、 塩 5g、 ドライイースト 2g、 ベーキングパウダー 5g、 油少々、水 100c を少しずつ入れながら生地をこねていきます。ある程度まとまるまで生地をこねたら、1時間ほど生地を一時発酵させておきます。確認マン、確認マン、アレン確認マン。座り込んじゃった。あんたちょっとこっち、カメラ、カメラにお尻向けちゃダメよ。アレン確認マン。ガン虫。はい、では生地を発酵している間に角煮を作っていきます。豚バラ塊、ででん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 、卵焼き用フライパン。豚バラ肉の表面に焼き目をつけていきます。焼き目をつけたら、このまま圧力鍋の中に入れていきます。でお肉を入れたら、ネギの青い部分を適当に入れて、水 500cc と醤油、こんぐらい醤油、砂糖大さじ2、生姜もこんぐらい生姜、調味料を浸るまで入れたら、高圧で10分間加熱していきます。はい、では今10分ほど加熱しておいたので、このまま加圧ピンが下がるまで冷ましておきます。先ほどの生地を1時間ほど発酵させておいたので、ガス抜けをして生地を20分ほど休ませた後に4等分します。生地を縦長に伸ばして、中心より少し上に折り線を入れ、表面に油を塗っておきます。半分に折り曲げてクッキングシートの上に乗せ、フライパンで蒸し焼きにしていきます。フライパンが温まってきたら、上からクッキングシートで蓋をして蒸し焼きにしていきます。蓋とフライパン、フイッチチェケラチョチェケチェケラ、うぃー、こんな感じで焼けておりまちゃー。でこれで角煮まんの皮の部分は完成です。では確認を開けてみましょう。こんな感じで煮えております。いい感じでございます。お味はいかに。では煮汁に少し火を加えて、水溶き片栗粉を入れてとろみをつけていきます。ある程度とろみがついたら、先ほどのお肉を絡めていきます。皮の中に挟んでいきましょう。こんな感じ、開いて角煮を入れます。角煮を入れたら、チンゲン菜と白ネギを入れます。で挟んで、ではこんな感じでどんどん作ってきます。マヨネーズ潜ませたいよね、けどもうあんまマヨネーズがないよね。ネギがめっちゃ雑いな。はい、ではこんな感じで圧力鍋で作る角煮まんの完成です。こんな感じでできました。今回もリクエストありがとうございます。包む肉まんにしようか迷ったんですけど、こっちの方が中華街っぽい高級感がある感じかなと思って、パオみたいな感じの角煮まんにしてみました。まあ今日もね暑いんでね、乾杯。
じゃあいただこう。マヨネーズどれに入れたかな。こいこ、こいつ一番美味しそう。いただきます。口の中でとろける。このね、肉汁の滴る感じ。圧力鍋で煮たので色味よりはね、すごい豚肉がホロホロに煮えてます。皮がね、またもちもちで、この豚の角煮とよく合ってます。あー、垂れる垂れる垂れ垂れる。でももうちょっと圧かけといてもよかったかな。10分くらいだったんで、なんかもうちょっとね、圧力かけた方が良さそうな感じです。こうやって挟んでもいいんですけど、そのまま角煮として食べてもすごい美味しいですし、ご飯にのせて丼なんかにしてもいいんじゃないかなと思います。うん、はい、ということで今日は圧力鍋で角煮を作って、角煮まんを作ってみた動画でした。短時間ですごいお肉が柔らかくなるっていうのと、角煮まんの皮もすごい簡単でお肉と合ってすごい美味しかったので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ角煮。いやでもこれは角煮1個でビール3杯くらいいけるやつだね。